マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で5問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると 6+2=8 となり、正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると 9-1=8 となり、正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると 2=5-3 となり、正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると 7-3-4=0 となり正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解はすると 3=3=5-2 となり正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。